The watch. The watch. Apple 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 watch. はい、ということで我が家にも届きました。Apple watch。Apple watch。届きました。2つ買いました。はい、こちらとこちら。なんかね、箱の大きさが違うんだよね。一つは普通のアップルウォッチ、それともう一つはアップルウォッチスポーツを買いました。だからだと思う。アップルウォッチスポーツは奥さん用です。アップルウォッチスポーツ。はい、あ、言うの忘れてた。はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。今更だった。じゃあ開けていきましょうか。こっちが長いんだけど、多分こっちがね、スポーツだと思うんだ。だからこっちからまず開けていきましょうか。これはなんで重いの、こんなに。箱が重いだけ。箱が重いだけ。いや、なんか、なんか、あ、やっぱ箱。アップルウォッチって書いてありますね。うん、もう一個、もう開けてみようか。アップルウォッチ。お、ああ、やっぱこっちの方がリッチ感があるね。こっちも書いてあるね、アップルウォッチってね。うん、多分こっちが普通のアップルウォッチで、こっちがスポーツだと思うんだ。うん、だからこっちから開けていきましょう。うん、開けた感動を味わいたくて、うん、アップルストアとかにも行かなかった。実物は一回も見てない。おお、ええと思う。実物は一回見ても。一回も。一回も見てない。そうだね。じゃあ開けるよ。楽しみ。行くよ行くよ。こポロッと押したりしないよね。行くよ。せーの。クリア。まだケース？ケース？あ、ケースだ。ケースだ。はいはいはい。あ、ちゃんとケースに入って保護されてんだ。だから重いんだ。新しい感じする。新しいね。こんなのないね、今までね。今まで、はっはっはっ。おー、アップルのマーク入ってる、ここに見えるかな。よっしゃ、いくよ。おー、おー、これアップルウォッチスポーツの 38mm シルバーアルミニウムケースとホワイトスポーツバンドだって。うわー、これすっごいかっこいい。かっこいいね。じゃあちょっと取り出してみるよ。よいしょ。あ、あー、いいね。いい。こんな感じですね。ちょっとフィルムがついてるので剥がしていきましょうか。あー、あー、綺麗。綺麗。かっこいい。おー、かっこいいね。かっこいい。裏側はこのような感じになってます。うん、バンドが滑らか、なんか触ってて。本当だ。ね、思ったよりも軽い。で、ちっちゃいね。これがデジタルクラウンってやつだね。うん、ああ、割と柔らかいっていうか、うん、スムーズに回る。これがボタン。うん。他にはですね、付属品でこの充電用のケーブル。これ、アップルウォッチの裏側にペタってくっつくやつ。あと、AC アダプターです。これ専用の充電ケーブルだから、ここにこうペタってくっつく。ほら、くっついた。あ、磁石でくっつくんだ。そう、磁石でくっつくんだって。磁石なんだ。うん。あとですね、こういうなんか箱みたいのが入ってて、これ引き出すとですね、中に説明書が入ってるね。あ、説明書だ、これ。開けるのかな。あ、開けた開けた。お、あ、ここに説明書書いてあった。なるほど。裏見てよ。あ、裏やり方。うん、やり方。うん。おお。あと、いろいろ。あ、これバンドの替えがついてる。バンドの替えだ。穴の方だけ。穴の方が切りやすいってことなのかな、ということは。そうかもしれないね。穴の方が切りやすいから、こっちが替えがついてるんだ。うん、うん、ではこっちのアップルウォッチの方もちょっと開けてみましょうか。うん、楽しみだね。はい、楽しみだな。いやいや、それ A ちゃんのじゃないからね、ちょっとママのだから。だってついにアップルウォッチが来た。イエーイ。テンション高いな。はい、じゃあ行きましょう。行くよ。これなんか入り方が違うんだろうね。これがだからポイントだよ。行くよ、せーの。あ、こっちもケースだ。ケース。だからこっちも重かったんだ。そうだね。はい、この時点で Mac mini みたい。じゃあ開けるよ。よし、おっ、危ない。おお、あ、超かっこいいんだけど、これしよう。はい、もう一つはこちらの、ノーマルのアップルウォッチ 42mm ステンレススチールケースとミラネーゼループっていうあのバンドだね。うん、最初にアップルウォッチ発表された時に出てきたあのバンド、あれ見た時点でパパはこれが欲しいと思ってたんだよ。うん、これマグネットでパチンってさ手につくから。す
かっこいいね。かっこいいじゃん。じゃあ開けるよ。お、マグネットだ。あ、こうなってんのね。はいはいはい、これだったらパパ腕細いからさ、これだったらあれだよ、調整できるよ。来ました、これがアップルウォッチ42mm。 かっこいい。裏側がピカピカしてる。すっげーピカピカしてる。ピカピカ。ちょっと比較してみようか、うん、こちらが 42mm のアップルウォッチ、こちらが 38mm のアップルウォッチですね、うん、こっちが、ステンレスケース、こっちがアルミ、うん、だから、素材自体がやっぱ違いますね、うん、だってでっかいと小さいでもちゃんと分かってるんだね。そうだね。でアップルウォッチはこのような感じでケーブルとアダプター箱の下に入ってましたね、うん、はい、こちらの方は予備のバンドは入ってないね。ああ、これだけだ。取りやすくないんだ。説明書と、使用書みたいなやつだけだ。じゃあ早速起動してみましょうか。じゃあちょっと起動してみるよ。きた、アップルのマークついてる。きた、お、出た出た。よし、じゃあちょっと設定してみようか、日本語だね。日本語タップすればいいのかな。タップだ。なんて書いてある？アップルウォッチの言語日本語に設定しますか。 OK、 はい、言語設定中。きた、ペアリングでね、 iPhone で Apple Watch アップを開きペアリングを開始をタップします。だってじゃあここでその iPhone の Apple Watch のアプリこれ開くでしょ。ペアリング開始をタップ、こっちも必要なのかな。ペアリングを開始、あ、Apple Watch をカメラに向けてくださいって書いてある。え、こう合わせるのこれ。ペアリング完了しましたって出た。利用可能なアップをインストール、すべてをインストール、 Apple Watch と同期中だって。え、何マークが出てる。あ、本当だ。はい、ということで設定しまして、腕につけてみました、うん、パパの細い腕でも問題なくつけられました、うん、やっぱいい感じですね、うん、いい感じ出すだって、うん、はい、こんな感じでございますね、うん、よく見た画面だねこれ、うん、で、このホーム画面はですねこんな感じでタップして動かせることができるね。いいじゃん。まだちょっとねどういう風に使うのか分かんないけど、こちら文字盤ですね。現在の時刻と天気、それとこの文字盤の下にはですね予定があります。今日の予定が書いてあるんだけど、ちょっと今日出したくないから出してないけどね、今日の予定とかがあります。それね、綺麗、すごく綺麗ね。ちょっとねいろいろ使ってみないと何とも言えないけど、今ね面白いなと思ったのはスケッチだね。これが A ちゃんと今遊んでて すぐ遊べるかなって感じかな。これがこんな感じで A ちゃんが書いたやつが出てくるね。うん、えちゃん今送ってみてくれる？あ、これだ、これえちゃん書いたやつ、うん、こういうのが瞬時に送れるのがいいね、面白い。こっちでカメラを選択すると、お、勝手に iPhone のカメラ起動すんじゃん。それでここでリモコンで押せんのかな。お、行く、素晴らしいね。ホーム画面でこのデジタルクラウン回すと、こうやってあれだね、大きくできるみたいね。ができる、すごいすごいすごい、面白い。はい、文字盤のカスタマイズなんですけども、ちょっとね強めに文字盤を押すと出てきますね。そして変えられるね、うん、はい、文字盤ミッキーにしました、うん、かわいいね、いい感じに動いてます、うん、これからですね Apple Watch、まあいろいろ機能あると思うけど、楽しんで使っていきましょう、うん、はい、はい、ということで今回は Apple Watch と Apple Watch スポーツでした。